今日も頑張ろう、楽しもうね、始まるよ。北見チャンネルへようこそ。信じるものがあったとしても信じない素振りをするギター弾きますよ、ヴィンテージでございます。はい、今日ですね、リアルタイムでは4月の29日なんですね、ゴールデンウィークの初日ということで、長い方では10日連休ぐらいになる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、初日は残念ながらね、この関西雨なんですけども、今日はまあいろんなバーゲンもやってるしね、バーゲン行ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ですね、今日は夏の歌をやりたいと思うんですけども、80年代に拓郎さんがこれ多分自分ではすごい気に入っていらっしゃった、当時はね、気に入っていらっしゃった曲だと思うんですけども、サマータイムブルースが聞こえるっていうのをやってみたいと思いますが、アルバムに入ってたバージョンじゃなくてですね、2000年ぐらいのライブの時の雰囲気でやってみたいと思います。と大事ですよね。長い、歌詞が長いので、ワンコーラスは省くから、ちょっと雰囲気だけでやってみたいと思いますが、それではですね、2000年代のライブ風で、勝手に弾き語りやアレンジをしたサマータイムブルースが聞こえる。朝まで
を勝手にアレンジしました。1981年のアルバムに入ったと思いますが、2002年のライブだったんですかね、その雰囲気で、勝手に弾き語りのアレンジをしてみました。ありがとうございます。これからですね、80年代、90年代、2000年代のところさんも勝手にアレンジにはなってしまうんですけど、なってみたいと思います。またよろしくお願いします。余談なんですけども、いつもですねこうやってあの動画をアップしたらすぐにねいいねいただく方がいらっしゃるんですよね。名乗り出てほしいなと思ってね、本当にありがとうございます。いつも、ほんま感謝しかないです。そのおかげでですね今、いつの間にか2500人の登録者数になっておりまして、これからもですね、なんかいろいろな皆さんのまだリクエストたくさんもらっててできてないですけども、いろいろ企画もしたいと思うので、また、ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。